今回は、ネザーゲートの位置を変えて別のところに作って、もう一度ネザーに行ってみたいと思います。あれ前と同じだ。まさかの意外と近くにあの有名なネザー要塞を見つけました。でここなんですよ、ほらこれはね、ネザー要塞なんですよ、間違いなく。ちょっと待って、道がありすぎてもう分かんないな。なんかいる、なんかいるぞ、なんかいる、クルクルしてるぞ。あれ何あれ、黄金のクルクル飛んでるやつ、あれ敵ですよね多分ね。すいません、ちょっと知識がないもんで、何せ初心者のもんで。いやあれ倒せんのかな、あれもうね、恐れてます我ら。でまだ地下もあるよ、あっつっても出れなくなっちまうなこれじゃあ。あいつをちょっとまあなんとかしてみますか。でも襲ってこないかもよ、もしかしたら何もしなければ。ほらそうだね、いやそうでもないらしい。え燃えてる、燃えてる、燃えてんじゃない。ああなんだこれ、うわあ、いた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 、ちょっとやばいかも、ちょっと逃げましょう一旦。はい逃げまーす。なんなのあれ、火を打ってくるんですけど、これでこうガードとかできるのかな、それともこういう感じで無理かな。ここに隠れる、あ来てる、気をつけて。何あれ、なんていう敵ですかねこれは。なんか顔があるよほら。うわーダメだ、やっぱり燃えるわ。避けることはできないようですね。くそー倒せないなあれ。これで跳ね返す作戦。あれでも逃げてった、本当だ逃げてった。恐れをなしたか、逃げてった。ふう危ない危ない、とりあえず逃げてった、進めるぞ。えこれ外面白いぜこれ、あー半分外みたいな感じなのか、怖えーこれ。一応タイムアップつけていかないと多分わけわかんなくなっちゃう、帰れないから。いやーちょっとすごい施設だなこれは。え何なんかいる、いた、正面にいました、あいつ金のやつ。あ、違う、こっちにもいる、やばい、こっちにもいる、これちょっと待って、無理だろこれ。ちょっとこっちやめて戻りましょう一旦。ポンちゃんどこ行ったかな、あ、いた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 。ちょっと方角を変えてみましょうか、ここ燃えてるし。あ、スケルトンのやつ食らったもしかして、なんかうん毒みたいなんだよねあれね、スケルトン食らうと。ちょっと待って、僕が先行くんでお任せください。スケルトン下ね。うわうわやべ、撃ってきてる、ここにいた。え倒した、なんだ倒した、ブレイズ、ブレイズ、えブレイズ、なんか聞いたことあんな、ブレイズロッドを落とすって書いてあったよ。あなんか金のやつ手に入ってる、これだほらブレイズロッド、やった。何それ、ちょっとよくわかんないですけどとりあえずなんか金だよね多分ね、これね、うん、いいよね、うん、OKOK、 とりあえずただ倒せるんだね、うん、じゃあ思い切り突っ込んでってバーンって倒せば倒せるから OKOK、 あの今回ちょっと弓矢を持ってきてないっていうひどい事態なんですけれど、まあなんとかいけるかもしれない。であいつのスケルトンを倒すんでちょっと任しとけ、よし OK 倒した、うん、ちょっと食らってんですけど、ほらこうやって黒くなんだよね、ちょっと毒みたいな、やべ来てる、また落ち着けばスケルトンは倒せる、オッケー、あ、やべ来てる、いやだちょっと任しとけ早えなあいつ早えんだよ、ファーンっつってすぐどっか行っちゃうんだけど、右か左かブレイズはいない、早いんだ、移動してんだ常に、なるほど、あ、来てる来てる来てる、正面正面、スケルトンスケルトン、いやもう見えてないしてるから、ちょっとどけどけ、あオッケーオッケー、倒して倒しておいもう強すぎんですよ、もう大体、ああ来てる来てる、ああ来てる来てるお前、おらおらそんな強くないね、さすがエンチャントの剣ですね、
あーもうこれね、もうあそこにスケルトンがいる。え、スケルトンがいる。どこ？こっち。こんなのんびりさ探検してる場合じゃないよってくらい強い。スケルトンだ。え、嘘。ほら、あ、本当だ。なんか安心だね、優しいスケルトンだね。なんだよもう。あ、でも毒みたいなんだやっぱり。とりあえず初めての敵ブレイズは倒せるってことが分かったから、うん、まあ倒せればね、あれよりはいいね、あのガストよりは、うん、やっぱり。え、あ、大丈夫大丈夫。あ、チェストがあった。あ、くちゃくちゃいってるよ。豚か。あ、豚と普通のスケルトンがいる。スケルトンだらけだな。ちょっと待って、気をつけて。どうして？いや、あのピッグマン当てないね。とにかく気をつけて。あそこにもいるな。うわー、すごいことになってるな。ちょっとチェスト開けてみよう。うわー、馬鎧ばっかりだ。これはね、馬牧場作れるね、これね。まあ、帰れたらの話ですけど。どこ行ったの、ポンちゃん。松明もつけずに進んでるけど。よし、いたいた。これ行き止まり？うん。OK。行き止まりです。で、今、こっから見えるんですけど、ここ出るとね、今、あの、たまにあいつが、あー、危ない。ガストがいるんですよ、ガストが。いるんですけど、今ちょうどそこに見えてる光ってる石みたいなやつありますよね。あれ鉱石っていうのかな。うん、あれとかも実際あの欲しいんですよね。だからどっかで取って持ち帰れたらなと思います。ただここは不可能だね、ガストがいるから。しかもそれにしてもマグマがすごいねこれ。うん、すごい。うん、待って、屋根の上すごいね、ここ。ほら。あ、来た。あ、あ、バネだ、バネ。バネさん。これバネ、バネさん。あ、燃えてるよ。燃えてる、燃えてる。倒す。あ、倒した。弱かった、バネさん。なんかちっちゃかったからね、今ね。あと行ってないとこどこだろう。危ない、そこね。そこ究極に危ないとこ乗ってるけど、ほら床ないからね、ここね。うん、うん、あ、あるか、ギリギリ。やべ、ああ、誰かと思ったらブレイズか。やめてくれよ、もうなんだよもう。よっしゃー、怖いよ。ウォンウォンウォンつって。まだいるんだよ。まだいる。あいつ突然出現してくんだよね。どこどこどこ、どこで落としてんのあれ。わかんない。あ、いた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 。倒しまーす。こいつの炎はそんなに長引かないから意外と倒せる。ほら、あれなんかもう恐ろしいね、敵かと思うもんね、一瞬ね、走ってくると。まだ行ってないとこあるよこれ。まだ下が、あ、違う、マグマだ、危ない。なんだ、あ、ブレイズ、ブレイズ、後ろ後ろ。なんで気づいてないんだよ、うちの奥さんは。もう気をつけてくれ、もう。こんな、やべ、ブレイズだらけになってきてる。え、いいですか、私の後ろにこう離れないように。いい、はい、ほら、こっちいます。倒します、ブレイズを倒せば、ブレイズロッドが手に入る。あら、どうだ、ほら、ふぅ。あれどこ行った、ポンちゃん。痛いです。隠れてる隠れてる。いや、いいんです、それでいいんですよ。はい、今ね、だいぶ違うところまで来たんですけれど、あそこにスケルトンみたいなやつがいるな。あ、後ろビレーズいるから気をつけて。後ろね。えっと、まあいいや、とりあえず進んでみよう。ここがね、ものすごい塔があるんだよね、ほら。ここを、どうやって入るかですけど、どうやって入るんだろう、ここ。行ってみよう。入れんのかな。暗いんだよね、基本的に。あ、入れる。入れるけどダメだ、行き止まりか。いや、これ階段、階段だよ、ほら、階段になってるよ。行きます。あれ、パリ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 、チリ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 。あ、
上に出た。恐ろしい。ほんと要塞だね、ここは。よし、暗っ、暗い。で、あいつはきっと守ってんだ。こっち行ってみましょう。はい、行き止まりです。こっちしたら、ここの右だね。やばい、あ、やべえ、ガストに狙われてる。ちょっとまずいな、これ。くっそ、ちょっと一旦隠れようか。よし、そこだな。あー、スケルトン来てる、スケルトン来てる、スケルトン来てる。オッケー、こうやったら見えないね。あ、え、今ね、外にはあいつがいるんですよ。スカイラーク。スカイラークがいるんですけど、そろそろね、もう帰ろうかなと思うんですよ。これまだ開けてないっけ、これ。うわぁ、来たぁ。ダイヤモンドあった。嬉しい、これ。こんなさらっとあるの。そろそろぼちぼち帰りましょう、もうね。うん。よし。だいぶ戻ってきたと思うんですけどもね、迷いながらなんで合ってるかわかんないんですけど、出口どこだったっけね。あれ、外出たんじゃない、ここ。いいんじゃない。ポチはどこ行ったかな。間違った。戻ってきて。あ、いた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 。多分ね、もうここ多分最初の入ったところっぽいよ。うん。なので、ちょっと待って、これで、これ登っていきましょう。あ、多分最初のとこっぽいね。よし、オッケーオッケーオッケー。ガストがいなければ帰りましょう。オッケーオッケー、いいぞ。これね、こんだけ取ってやられたくないんで、いきます。オッケーオッケー、よし、行きます。はい、帰りましょう。いやー、戻ってきた。奇跡的に戻ってきた。いやー、長い旅だったな。ここに来ると安心しますね。いやー、まさかのね、要塞でやられず帰ってきました。よかった、もう普通の格好に戻ってるから。いやー、とりあえずよかったです。よし、じゃあとりあえずね、現実世界に戻ります。ふぅ、暗黒界を出る。あれ、あれ、違うとこに出たんだけど。あれ、これ違うとこに出たんですけど、何なのこれ。どういうこと、これバグってんですかね。明らかにほら、あれキノコバイオームなんで、あれ、これつけたとこと違うんだけど、ネーザーゲート。あれ、いや、本来ね、最初一番最初ここにつけて、で、向こうに作ったはずなんですけど、これバグかな。こういうことってあるんでしょうか。まあいいや、とりあえず戻ってこれたからいいとしましょう。いやー、で、今回の収穫なんですけれど、結構取れたよね。まあ、取れたっつっても、この、馬鎧が主な収穫ですね。鉄の馬鎧、それから金、そしてダイヤモンド、そしてこれ、ブレイズロッド。ブレイズロッドはそんなに手に入んなかったんですけど、3つ。それから、まあ、普通の蔵とか、あと金の剣、それからダイヤモンド。まあ、これですね、うん、主な収穫は。いやー、とりあえずね、まあ何度もやられたりしましたが、要塞の中ではね、やられず、ブレイズロッドも倒したりできたので、非常に良かったかと思います。とりあえずね、次回はまああんまり戦わないでやりたいなと、のほほんとね、やりたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time。セイキン夫婦のマイクラ、2人で頑張ってます。
チャンネル登録をすると最新の動画が見つけやすくなります。またセイキンのツイッターでも随時最新情報を更新しています。お気軽にチャンネル登録フォローをしてみてください。